変なそれこの乳首とかそうそうそう、こんにちは、Our Life Japan & China のチンムーと申します。こちらはチンムーの嫁でございます。こんにちは。こんにちは、大家好。本日なんですけれども、僕が中国で生活する中で日本人とバレてしまう瞬間についてお話ししていきたいと思います。まあ、日本人と中国人って、まあ、顔も似てるし、うんうん、まあ、僕に限ってはもう15年も中国で生活しているので、街に出ても中国人同化しちゃうわけですよね。うん、でただ言葉を話し出すと、まあ、すぐに中国人じゃないなっていうことがバレるわけですよね。うん、まあ、ところが、まあ、実際のところ日本人だとバレちゃう理由は、まあ、言葉のせいだけじゃなくて、まあ、いろいろと僕なりに感じる部分があるので、うん、まあ、その辺を今回はお話ししていきたいと思います。はい。ということで、中国に15年住んでいても日本人だとバレてしまう本当の理由、一つ目ですけども、温泉やプールで胸毛を見られた時これはあるんじゃない？中国人って本当に体毛がないんですよ。もちろんね、日本人にも体毛の濃い人薄い人っていうのはいるんですけど、うんうん、中国人だと胸毛とか生えてる人まあ見たことないね。いることはいる。うん、います。多くないんですね。多くないね。うんうん、でも私もだって子供とプール行ったりさ、温泉行ったりするけど、うん、見たことないよ。あ、そう。俺は見たことない。いや、足のね、この、まあ、すね毛っていうんだけどね、うんうん、この毛も、まあ、ほぼないっていうか。そう、少ないよね。少ないでしょ。うん、まあ、あなたは、ね、モテてたから、いろいろな男性の裸を見てきたと思うんで、まあそういう、じゃない、そういうことじゃないでしょ。いやいや、なんだろうと、この人だからいろいろ知ってるのかもしれない。モテだからそういう男性の体見ることないでしょ。だって、夏頃みんな半ズボンでしょ。半ズボンですけど、そう、そこの足のところ毛があるかとかすぐ分かるんじゃない。ああ、そういうこと。裸見たわけじゃないでしょ。知らないですけど。本当はこの人失礼ですね。いや、まあね、とにかくいずれにしても、ほとんど中国人はね、体毛がないので、うん、まあ、私が、まあ、プールとか温泉行くと、まあ私はここあるんですよね。うん、あるんで、結構見られるんですよね、珍しいから。ああ。っていう感じで。でも、あれですよね、あんて、うん、白人に似てる感じ。白人に似てる？あの白人って、要するに欧米の。そう、欧米の、うん、欧米人だってみんなそうでしょ。肌が白くて、うん、あ、ここ胸毛がある。あ、そうだね、多いね、多いね、向こうね。そう、だから、うん、多分見られてても、うん、あんた結構白いじゃないさ、はいはいはい、肌が、はい、白いから、ね、胸毛もあってて、胸毛もあって、あ、胸毛見るんでしょ、うん、でなんか自分たちと違うっていう。そう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 、見るでしょ。でもあれをね、だからセクシーだと思う人もいるわけですよ。で実はこれね、あなたとね、付き合いだした当初、うん、これは僕なりにやっぱ胸毛ってちょっとコンプレックスだったから、抜いてたよ。あ、うまい。かわいそう、痛かったんだ。いや、痛くはないけど。なんでそういう考えあるの？だって出会った時胸毛なかったでしょ。覚えてないと思うけど。あ、確かにね、確かに。そういえば、いつの間にか胸毛が出てきたんだよ。そうそう、確かに。今気づいたね。そんなに細かい人じゃん。あ、今気づいた、確かにね。うん、あ、そうだよね。うん、そうなんですよ。あ、いや、日本でもね、別に日本人もいっぱい、もう背中も生えてる人もいるからぐらい、いろいろいるんだけど、だけどやっぱりちょっと胸毛がさ、例えばシャツのここからこう見えたりするのとさ、うん、ちょっと恥ずかしいっていう感じもあるし、うん、あ、そうなんですか。うん、気にする人もやっぱりいるよね。あ、うん、まあ、そもそもなんかね、毛がない方がなんつうのか綺麗だと思う女性も多いし、 うん、あまり毛が生えてるとちょっと汚いと
思っちゃう女性もいるんで、うんうんうん、だから男性としてはちょっと気になる部分ではあるんですよ、うんうん、いくら日本人が毛が多いとは言ってんの、はい、うん、まあそういう感じであの、うん、バレてしまう。だけど、うん、なんでこういう日本人の方が毛がこういう、うん、なんだろうね、中国人よりあるの、うん、一番日本人中国人は近いね、近いんですね、うんうんうん、似てて、うんうん、なんだろうね、わかんないけど、うん、あのパパだけこういうついて、うん、体も要するに毛が多いかなと思ってて、やっぱり全部の日本人こういう感じかな、まあ、全部ではないけど結構いますよ。ああそう、うん、そんな珍しくないし、あでも来てた日本のお客さんここ毛がある、ね、うん、あいっぱいある人いるね、ここもね、ここも毛があるよね、うん、そう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 、うん、ここは私少ない方だからさ、うんうん、で確かに腕見ると、あ腕はねすごい毛があるな、まあ、俺なんか薄い方じゃない、もっと濃い人いるじゃない、そうそうそう、もっとこうすごいよ、このパーマみたい、うん、くるくるくる、うん、そういう人もいますね、もういるからね、うん、中国人ねいないじゃない、ほとんど見ないじゃない、うん、見ない、ね、いない、見てない、そういうの、ね、うん、見たことない、うんうん、という違いがあってバレてしまうということでした。中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう瞬間、その2つ目なんですけども、マクドナルドに行った時に、食べ終わった後どうしても片付けてしまうこの癖が、あのこれはまあ日本人の習慣としても身についてるんで、やっぱり食べ終わったらそのトレイを持ってゴミを捨てて片付けようとしてしまうんですけども、うん、まあ、中国ではまあ片付ける専門のワーカーさんがいますんで、うん、まあ、食べ終わったらもう本当そのままテーブルの上に置きっぱなしにしとくのが普通なのね、うんうんうん、だからそこでなんかわざわざ片付け出してる人がいると、あれちょっと違うなっていう、うん、まあ当然 やる人も本当にたまにいるんだけど、うん、ちょっと違和感があって、うんうん、でも嬉しいのはうちの子供は、うん、はい、パパの習慣について片付けるでしょ、はい、あ、まあ、それはいいことです、まあね、あのいいことだと思うんだけど、うん、いろんな考え方があってね、うんうん、じゃあそういうちゃんとしたワーカーさんがいるのに、うん、その人の仕事をね奪うなっていうあの考え方もあるんですよ。そういうことを考え、うん、その人はそれで給料もお金をもらってるんだから、その仕事を奪っちゃうことはダメでしょっていう考え方もあるから。でも、うん、そういえば忙しい時、うん、あの人忙しい時さ、うん、腰は片付けた部分では、うん、あの人助かってるんじゃないですか、まあ ね、別にこっち助けたんだから、うん、そっちは仕事をこの分の仕事を減って、うん、給料も減るわけじゃないじゃないまあ ね、 ね、そうそうそう、給料決まってるわけです。まあそうですね。あとちょっと話はそれちゃうんですけども、日本と中国のマクドナルドの違いとして話したいことが2つあって、うん、まあ、1つは日本ではスマイルを売ってるんですよ。スマイルって、スマイルって英語でスマイルだから、あの笑顔、あスマイル、はい、これはね、メニュー表のところにも入ってるんですよ、うんうんうん、でスマイル0円、うん、でそれは中国にないじゃないですか。あの、うん、マクドナルド入り口入ると、うん、壁に笑顔貼ってあるんじゃないですか壁に笑顔を、うん、笑顔を貼って、うん、下に、うん、今天に笑了吗、あ笑いましたか、笑いましたかって、それそのくらいあるよ。ああはい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 、た、うん、だまあ日本の場合はメニュー表にまで書かれてるっていう、まあこれの違いが、それは日本のサービスに届かないよ。いくらマクドナルド日本の会社じゃなくても、まあうんうん、まあね、まあ日本の理念が入ってすごいよ、うん、まああれわかんない、日本だけなのか他の国ないよ、うん、もうどうなってるのかわかんないんですけど、でもう一つはね、あの日本で売られてるマックシェイクっていうのがあるんですよ。これが中国にない。でマックシェイクっていうのはあのなんていうかな、ちょっと飲むアイスクリームみたいなのがあるんですよ。あで子供の頃からね、マクドナルドに行きたいっていう理由はハンバーガー食べたいっていうよりも、そのマックシェイク、シェイクを飲みたいからマクドナルドに行くっていう感覚だったんですよ。それぐらいなんていうの、マクドナルドっつったらやっぱこれ飲むっていう感じなんだけど、じゃあ今もあるの日本はね。でも中国にないからなんでかなと思うんだよね。
ほんと、これは不思議。知ってる人がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。うん、では、まあ話を戻しまして、次、中国に15年住んでいても、日本人とバレてしまう瞬間、その3つ目なんですけども、ママン、ごらんしゃ。ママン、ジラジラ。ワイシ。はい。あいよ。よろしいですか。はい。ワイ。ワイシャツの下にインナーを着ているのを見られたとき、日本人ってワイシャツ、スーツ着るときのね、うんうん、シャツ、うん、ちゃんとしたワイシャツ、うん、これの下に無地の、まあ、白い T シャツとかね、下着を履く、うん、着るんですよ。着るね、うんうん、これってまあ中国人と違って、中国人はワイシャツはなんか素肌の上に直接もう着るのね。着る、うん、ね、うん、これもう明らかに違うんで、うん、だからこういう首元からその中の下着が見えたりすると、うん、あ、なんか日本人だ、うん、中国人じゃないっていう感じなんですよね、うんうん、これが暑くない？いやね、日本人の夏は見てて、パパの夏も必ず下がそれ着てからね、はい、暑くない？だから暑いから着てるんです。暑いから着てるんです。そうなの。夏は特に汗をかくんじゃないですか。中に下着を着てると、その下着が汗を吸い取ってくれるから、周りからワイシャツの周りから見えないのに、うん、中国人みたいに素肌に着ちゃうと、もう直接汗がついちゃうから、うん、まあ、背中とかよくいるじゃん、うん、濡れてる人。そう、ああいう風になっちゃうわけよ。いや、それでも中国人としては、うん、2枚より1枚の方は涼しいから、うん、だから中は着ない。あ、これね、なんだろう、今ユニクロとかでもね、下にシャツ着た方が涼しいっていう材質のもあるからね、うん、それはパパ言ってるように汗吸うからさ、うん、涼しいっていうことは私認めてないよ。絶対1枚の方涼しいんだよ。違う、2枚よりは。そうじゃない。いや、なんかね、そういう生地あるのよ。通気性が良くて、かつ汗も吸い込むみたいな。いや、そんなこと言ってても、同じものであっても2枚よりは1枚の方涼しいよ、間違いないよ。たまにね、半袖着てる人もね、うん、中にやっぱりインナーシャツ着ちゃってると、この半袖の下からインナーが出ちゃってるのかっこ悪いよね、うん、そうそう、うん、たまにいますけど、そう、うん、まあ、その辺ちょっと気をつけたいなというところですけども、まあ、これはインナーシャツを着てると日本人とバレやすいということでした、うん、はい、中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう瞬間、その4つ目なんですけども、くるぶしの見える短いソックスを履いているのを見られたとき、ここまでの、あ、本当に短い靴下を履いているのを見ると、あ、日本人だみたいな感じ。あ、今の若い人もそれ真似して流行ってるよ、うん、あ、流行ってる、中国でも、うんうん、初めてパパがその、はい、これ着るのを見ると、はい、私びっくりして、足首は寒くない。それで歩いてうちにどん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 靴下下に下ろして、靴の中履いてしまうんじゃないと心配いくつもあるんで、正直。今は中国もネットで見ればわかるけど、女性用も男性用も薄くて、こういうね、ちょうどここまで短いんで、流行ってきた。流行ってきてるんですよ。私は年寄りですからダメですけど、もう寒くて、長い方がしっかりかばって、かばった方が私には気持ちいいけど、ちょっとやっぱり出ると本当寒い、下からぶわーっと寒いから慣れないけどね。まあ、あと足の5本指にそれぞれ、それ言いたかったんだよ。もう初め見た時はもう涙出て笑ったんですよ。もう手を歩いてるか手が歩いてると思ってて、うんうん、
すごく笑ったんだよ。いやこれもさ、うん、その見た目の問題もあるし、あなたって結構潔癖症で靴下洗うときはひっくり返してちゃんと洗いたい。2回洗うから、ね、表とひっくり返して両方洗う、うん、だからその、うん、私の履いてた5本指のやつだと結構大変じゃん、うんうん、大変ですよ本当にもうこう一つ一つこうやってやって、うんうんうん、本当大変だよ、うん、まああれはねやっぱり5本指に入ってるとくっついてないから汗がかかないんですよね。全然気持ちよくないよ。いや履いてみたんですけど、うん、足の指と指の間なんか物があるんで、うん、慣れないんです。慣れないね。でもこれもまあだいぶ中国人の人も履いてる人たまにいるけどね。います、うん、いるんだけど、うん、まあ以前はこれを履いてるともう絶対日本人って感じだったね。そう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 、うん、もうすごく笑ってたんで、うん、それは中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう瞬間、その5つ目なんですけども、何度もお辞儀を繰り返してしまうところ、まあ、特に人と会って、別れる際、今日はどうもありがとうございました、また、はい、じゃあ、はい、失礼いたします、うん、はい、ごめんください、うんうん、ちょっと私たまにやりすぎてめまいするってなれなくて正直これほんと疲れ、そうそうそう、ほんと疲れちゃうとこれやっぱり中国人だったら、うん、じゃあゾラ、うん、マンゾワーとか言って握手したりね、そう握手して、うん、軽いんだよ、うん、気持ちいいんですよね、うん、こっちはこう何度もやるじゃん、もうほんと、はい、はい、また、はい、めまいしちゃうんだよそう今度、うん、これやってるともう絶対日本人でバレるでしょ。そう、もう間違いなく。まあと別れ際の挨拶の仕方で思い出したけど、うん、車でね、うん、帰る人を見送る際のポーズとして、うん、これ中国特有のものがあると思うんですよ、うん、この両手を上げてなんか こういうあるじゃん。そうそうそう、どうもどうも失礼しますみたいな。はいはい、はい、これは中国来るまで俺はやったことなかったけど、うん、今はね、やっぱりもう癖になってるから、うん、やるけどね、これね、うんうん、これ中国特有よあ、そう、うん、日本じゃやらないな。あ、日本だと、ね、車が見えなくなるまで失礼します、うんうん、でずーっと頭下げるのもあるし、まあ、あとはずっと片手でこうやってはい、失礼しますっていう、うんうんうん、この方が楽ね、ちょっと頭ずっと下げるの、うんまあさ、そうやってまあね、それぞれのこういうのあるから、中国が、ね、うん、なんだこれ格好悪い、格好悪い次です。中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう瞬間、6個目なんですけども、お茶碗を持ち上げて食べてしまうところ、まあ、ちょっとこれはね、こじつけ的な部分はあるんですけど、食事する際の習慣としての基本的な日本と中国の違いとして、日本人はお茶碗を持って食べる、まあ、中国は置いたまま食べる、うん、そんなにはっきり区別してたんだっけ。まあはっきりではないんですけど、正直基本的にあるんだ。それその辺は気づいていません。あ、そう、私どちら言うと、うん、はい、茶碗持つ食べるタイプですか。でも丸テーブルのさ、中華料理出てきた時はさ、まあお皿とかあって、それは持ち上げないじゃないですか。お皿はね、持ち上げないね、当然、うん、で最後の主食とかでチャーハンとかご飯とか出てきた時にこういうお茶碗が出てくるからね。そうそうそう、それを多分じゃあ持ち上げて、持ち上げて食べる、こう置いてこう箸でこういうご飯取ると、うん、ポトポト落ちるから汚いから、はいはいはい、絶対手で持ってて、うん、食べるから。なるほど、うん、ただ基本的にはそういう違いはあるはずなんですよ。あ、そうなんですか、うん、だからね、全然気づいてない。例えば中国にある日本料理店に行ったりすると、味噌汁、うん、出てきた味噌汁には必ずレンゲスプーンね、うん、シャオズがついてますよ、うん、日本はつかない。なぜかというと日本人はそれを味噌汁持って直接こう飲むのが飲むよね、うん、あ、そう。でも中国人は持たないから、そこのレンゲスプーンでこうやって、それパパ一つ聞きたいけど、うん、私はいつもなんかね、味噌汁手で持つと熱くなると、こういう、はいはい、熱いんじゃないですか。だから置いて、うん、
スプーンで飲みやすいんじゃない、うん、これもっと熱いんだよね、うん、あのスープですから、はい、日本はその辺は熱くない、熱くないです、そのちゃんと考えてお椀がね、うん、こうあって最後下にこう出てるところあるんですよ、だからその下の要するにスープとくっつかない部分があるから、そこと上をこう持って全然熱くないです、うん、これはこういう何にもないお茶碗だともう熱いんだよ、うん、でも日本のは最後これケツのとこちょっとあるから、あ、うん、考えてそれちょっと違うんだから、やっぱりその習慣の違いもあるんですけど、うん、まあね、だいぶだいぶっていうか、ね、嫁のようにこうやって持って食べる人もいるんで、うん、まあ、ちょっとこれはこじつけ的な話になりましたけども、うん、6個目でした、次、中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう本当の理由、まあ、その7なんですけども、まあ、これはよく何度も話がちょっと出てきますが、自分のペースでお酒を飲んでしまう時、うん、まあ、これはね日本人よくやっちゃうんですけども、うん、中国ではみんなでやっぱり揃って、うん、温度をとって乾杯で飲むというのが普通ですから、うん、日本みたいに一口目だけ一緒に乾杯って一緒に飲んで、あとはもう自分が好きな時に好きなだけね飲むっていう感じとは違いますんで、うん、これはもうね日本人としてはね苦痛ですよ、苦痛。うん、だってお酒強い人も弱い人もいてさ、うん、強い人はやっぱり また伸びたいわけじゃん、 そうだね、それなのになんか全体の雰囲気を見てさ、なんかみんなと揃ってさ、うん、はい乾杯みたいな感じで飲まないといけないし、うん、で私なんかもね、例えばこの肉をこの口に頬張って、うん、この瞬間にビール飲みたいってのあんのよ、うん、でもさ一緒に飲まないといけないからさ、あ、このなんか俺はここで飲みたいんだって言った時に飲めないの。確かにね、うん、これはね、うん、そうだよね、だからついついあの気にしない時はやっちゃうの、本当、ね、考え違うということはありますよね。どういう、中国人はね、はい、お酒飲む時、うん、自分だけが、うん、ゆっくり飲んでとか食べて、はい、相手のことを気遣わずに、うん、相手がかわいそう、失礼、非常に失礼です、はいはい、というほっといてる感じがね、そういう考えあるんですよ。これやっぱり酒文化ということでしょう。ね、で、まあ、今はね、そのよくこういうお客さん、日本お客さんと接してきてる、うんうんうん、人たち、うん、やっぱりだんだん日本の考えも分かってきてて、うん、ある程度の関係になってきたら相手も直接、うん、私本当飲めないから、うん、本当あ一人でゆっくり飲みたいと、いろいろタイプあるから、うん、やっとそういう分かってきた人いますから、うん、私の意見でははっきり言った方がいい、うん、飲めないなのに乾杯されて帰って、うん、苦しくて吐いちゃって、うん、次の日頭も痛いで、はい、俺そういうお客さんよくいたんですよ ね、 そうですね、非常にかわいそうと思ってるんですね、うん、だからそれはねじゃなくて、うん、こっちは中国人も悪い気じゃないよ、うん、まあ、わかりますよ、誠意でね、誠意でなんとかこういういっぱい飲んでいっぱい食べて気持ちよくさせたいですけど、はいですけど、はい、だから自分の考えよく言って、私飲めないから、はい、あの1回だけ乾杯してあと自分飲みたい時はやりますから、自分がゆっくりしたいと、はい、その方が楽しいとはっきり言えばいいんですよ、はい、それでね、あまり頑固な相じゃない相手だったら分かるから、はいはいはい、そうですねということで皆さん、うん、はっきり言ってください、うん、まあ、中国ではね自分の意見をはっきり言うのはね、うん、当たり前のことですから、うん、まあね、いいんじゃないですか。そう、はっきり言った方がいい。わ、うん、かりました。はい、ということで本日は中国に15年住んでいても日本人とバレてしまう瞬間ということで7つほどお話ししてきましたが、この動画が少しでも面白かったよっていう方はぜひグッドボタンだけでも押していただき、もしよかったらコメントもお気軽に入れてください。はい、では再び見るで、再見。